業務内容としましては、まあ、金属製品製造業というジャンルになりますけれども、一般的には薄物の材料を使います。いわゆる精密プレス板金、そういう業種になります。自分はその会社の、まあ、板金作業 の、 その展開という、まあ、作業、あとはその加工機で抜くためのプログラミングをしているものです。まあ、一応県外出てあったものですから、その子供が大きくなりつつ、やっぱりその自分の住み慣れた場所がいいんじゃないかっていうところで戻ってきた感じになりますけど、うん、そうですね。普段は溶接加工してます。最初は別の部署で仕事をしてて、1年くらい経ってからこう溶接を教えてもらってやり始めました。最初はこう簡単な溶接から始まって、今ではちょっとこう難しい感じの溶接もさせてもらっているので、男女の区別がなくて仕事ができることが面白いと思っています。お客様のかゆいところに手の届く会社になるっていうのが一番のメインの狙いだと私自身は捉えています。コストだったり納期だったり品質だったり、当然のことも要求されますけれども、最大限のメリットはやっぱり納期対応が最優先っていうのが自分たちの考え方、それに見合ったコストでやらせていただくと。そのためには仕事があってもなくても2交代ってやつをやってるんですよ。これが他の業者さん、コンペティターとの競争をする中では3日かかるところを2日で納品するというところが、まあ、私どもの今の売りの部分かなというふうには捉えております。子どもの病気だとかっていう時にはこう必ず 休ませてもらったりとかっていうのはあるので、そこは配慮してもらってるかなって思います。そんなこう上司だからっていうのではなく、すごいこうフレンドリーな感じで接してくれるっていうのはあるので、やっぱりその支えみたいな感じでもあるんですかね。やっぱその自分が分かんない部分、こう足りない部分をその仲間からじゃあ確認して、じゃあこうしたらいい、ああしたらいいっていう、まあその情報をもらって、まあ実際はだから皆さん足りない部分を補っていくっていう、まあ、そういう関係なんじゃないかなと思いますけど。やっぱり徐々に徐々に慣れていくと、作業している姿勢だったり、いわゆる歩幅の取り方とかバランスとか後ろ姿がやっぱりぎこちなさがなくなってきてて、あ、だいぶ慣れてきてレベル上がってきてるなっていうのは、やっぱり背中見ただけでやっぱり感じるものがありますよね。意外に自由度が高いんじゃないかなって思います。お前はもうじゃあこれしかやっちゃダメだとかそういったことはないんで、うん、意外にその自分の考えでいろいろやらせてもらってるっていうところで、全然新しい取り組みしないと新しい課題っていうのは出てこないと思うんですね。で、その新しい課題を迎えた時にどういった切り口でその解決していくのか、そういった一丸となって取り組んでいく、そういうふうな、なんかこう回転していくもの、そういう力をやるエンジンを持つことができれば、さほど心配することのない形で経営できるのではないかっていうのが自分のこう、まあ、理想論として持ってるんです。もともと自分の潜在能力を発揮できるような、そういった思いで帰ってきた方たちが、うん、働けるような、そういう受け皿作りも当然したいとも考えてますしね。その人個人個人が持っている能力を発揮するためには、なんとなくやっぱり地元ふるさとが一番いいんじゃないかなっていう気はします。